はい、おはようございます。MC ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、やりました。買ってきました。コンビニ5社でサラダチキンとカレーパン買ってきました。飯テロの方をやっていこうと思います。よろしくお願いします。さて、ちょっと一旦袋から出していきますか。まずはセブンイレブンですね。カレーパン、サラダチキン。ローソンのカレーパンとサラダチキン。ファミリーマートでカレーパン2つ買いまして、と、サラダチキン。ミニストップでもですね、カレーパン、サラダチキン買いまして、最後、山崎デイリーストアでもカレーパンとサラダチキンを買いました。今からですね、2本撮りやっていくんですが、前後編で分けます。今日公開の動画はサラダチキン行きまして、明日カレーパンやっていこうと思います。さあ、というわけでね、今日もコメント紹介やっていきましょう。カニコメントの肉丸さんです。この日のコメントスクショ、バッチリビッチリ2枚分ですね。もう、毎日ね、天才なんですけど、明るく楽しいんですよね、ミキマロさんね。もう最高なんですけども、これは熱々ご飯にですね、スパムを乗っけてぶっ決めた動画にくれてるやつだと思うんですが、それに対してまあテンション上げ上げなねコメントを書いてくれてます。この日のコメント、真ん中から下にリクエストが入ってますね。ちょっとついでみたいですみませんなリクエストですが、コンビニやスーパーマーケットとかで最近いろいろ並んでるサラダチキン、機会あればぜひぜひ食べ比べとかしてみてくださいと無茶ぶりなんですけども、各社コンビニ最近新しい進化系サラダチキンのラインナップに力入れまくっておられるので、おばちゃんついていけなー言うてますね。というかサラダチキン食べたことないとも言ってますね。ウケますね。下にはですね、もちろん機械あらばなんで全力スルーかですって、もう気遣いもね、三木村さん最高なんですけども、いや、これはやってみようということでね、買ってきました。ごっついですね、まあ、鶏肉の塊のサラダチキンあるんですけど、ちょっとあれは今回スルーしまして、手軽に食べれそうなやつで美味しそうなやつを買ってきました。言うてもね、今日多分カレーパン回して全部食べれないんで、とりあえずまあ一口ずつぶっ決めてみようと思うんですが、まずはこちらいきますか。セブンイレブンですね。栄養成分とはちょっともう編集も大変なんで、今日はね割愛しようと思いますが、どれもですね、まあタンパク質しっかり入ってるしヘルシーなんですよね。糖質も抑えめなんですよ。まあこれ食っときゃ間違いねえみたいな食品なんですけども、とりあえずセブンイレブンかじっていきましょう。スモークペッパー味ですね。あー、汁がこぼれる、汁がこぼれる、危ない。うわ、やっぱこれ汁がこぼれるやつだわ。いきましょう、いただきます。うん、あー、オッケー、食べやすい。うん、続きましてローソンですね。サラダチキンスティック炙りチーズ、これめちゃくちゃうまそうと思って買ってきました。今日の中では一番これが美味しそうですね。チーズのとこまでかぶりつきたいですよね。さあ行きましょう、いただきます。テンション上がる。さあ続きまして、ファミリーマート、食べやすそうですね。なんかウインナーみたいですけども、スモーク味のチキンスティック来ました。さあ行きましょう。もうこれはね、おやつ感覚ですね。いただきます。で買ったのが丸大食品さんの、これ普通にスーパーでも売ってそうですねの、サラダチキンスティック柚子胡椒買いました。確かローソンにもあったかな。なんかね、いろんなコンビニに、ね、あの出てるメーカーでしたね。これも汁がこぼれちゃいそう系だな。開けましょう。よいしょ、飛び散りそう。柚子胡椒もさっぱりして美味しそうですね。スティックタイプが食べやすいな。いただきます。なるほど。さあラスト、山崎デイリーストアで買ってきたプリマハムの国産ささみのサラダチキンですね。ささみも好きなんですよね。美味しいですよね。めちゃ食べやすそう。うわ、テンション上がる。さあいっちゃいましょう、いただきます。うーん、あ、うまっ。
なるほど。さて、ささみもね、僕大好きなんですけど、今日食べてみてね、一番美味しいのはまた買おうかなと思ったのに、これですね、ファミリーマートの分ですね。これはうまかったな。見た目に一番テンションが上がったのはこれですね、ローソンの炙りチーズ。これチーズ乗ってますからね、これやべ。うん、まあでもやっぱり今日はね、これが優勝ですね。おめでとうございます。さあ、最後の時間です。明日もですね、飯トレやっていこうと思うんですが、カレーパンやっていきましょう。コンビニ5社6個のカレーパンがありますよ。これテンション上がりますね。とりあえずね、明日ね、こいつはぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。サラダチキンもいろいろありすぎるオーラさんです。